じゃな。ショス、何やんのかこの野郎。よし。よし。よし。よっ。よっと。ぶちかま。ビビってるのか？黙らせてや！私の出番ね。Do your work.やんのかこの野郎。私の出番ね。よっと。ぶちかま。私も。俺の番だな。いつでもどうぞ。
上がらねえ。よし、ちょっと休憩。私の出番ね。上出来ね。次は次の敵じゃねえか。また強くなっちまった。俺もまだ若いね。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったら、バラクーダも頑丈。なんだか私たち。アロハ。Thank you。What do you want?サイズあるか？ビシッと決めなきゃな。お前、なんだ？抑えるに。勉強になったな。理解できた気が、勉強になった、理解できた気がする。勉強になったな。理解できた気がする。聞いてきた。みなぎってきた。これで本気出せそう。力が湧いてきたぜ。おめえら準備はいいか。全力で行くぞ。スジモンバトル開戦だ。
さあ楽しんでいこうぜ。相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。し、行くぞ。シェイ、ファイター撃破。くたばれ。行くぜ。これでどうだ。必殺技のチャンス到来。くたばれ。行くぜ。決めたぜ。流れを変える。行きますよ。ナイスな一撃だ。おめえに決めたぜ。行くぜ。ありゃあ、決まったぜ。しゃあ、流れを変える。おめえに決めたぜ。流れを変える。行きますよ。いい試合だったぜ。またな。よっしゃ、おめえら最高だったぜ。最後に決めるぜ。せーの、いつでもどうぞ。
いつでもどうぞ。受けてみな。ガツンと行くぜ。やりたい気分だぜ。おーい。悪くね。いけるな。こいつはうめえ。バグにフォームしてやってきれ。全力でかまって。なんだよ。Welcome.
本当の情報による茜さんはな、どうだろうな、まあそうだよな。茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしかい。しゃあねえ、やるしかねえか。バカにファンボスにやかかってきる。私の出番ね。ヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな俺に残りの力
貸してくれるか。何くちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。頭かけるぞ。戦闘準備完了。吸収が早いのよね。これが俺の真骨頂よ。よし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。え、あ、おばちゃん。ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もほろろだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとラニはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねありがとうよ。おい。ありがとうよ。
なあ。お。ありがとうよ。これだな、うまく取れたぜ。負ける気しないよ。またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお、踊れる。どんちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。早出てかんとぶち殺す。あいつ単価切るのだけは声でかくていいよな。やばい。出て行けっつっただろう。キリュウはどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今キリュウさんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。Come on! もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っちゃいますわ。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。
You get run for me! 俺の島で暴れたんだ。覚悟はできてるぞ。私の出番ね。これこい。へばってんじゃねえ。You think I'm stupid? Well, ビビってんのか。What? 覚悟。おりゃー。やっつ。ガンガン行けて。Screw you. Do your worst.労働相場、ザラー行けてみな。助かったぜ。うるせえ、お前のためにやる。敵に回すと厄介だけど、味方につくと頼もしいわね。私の出番ね。覚悟。コツつかめたんじゃねえか？よし、上昇上昇。俺もまだ若いね。Damn it!
助かったぜ、病。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、ヤマイ。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。カスガ？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ。バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でもアカネさんとラニオ、連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。ああ。おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといてええんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さーてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。全力で俺たちを潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。ちょっと止めて。ガンガン行くぜ。私も。俺来い。ガツンと行くぜ。ビビってんのか。よし、いつでもどうぞ。次は俺だ。まだまだやろうぜ。おいおい来やがれ。黙らせて。よそったらこれで。ほら来い。覚悟。はっ、よっ、よっと。調子でいいな。おれ、まあ、
いかねえな。くれるじゃねえか。二人がかりだ。ちょっと休憩。これで終わりだ。これ。さあ。
メる気だ。お先真っ暗だぜ。きっちりな、くそたりは。隙がないな。スケルハルいっぱいやりたい気分だぜ。やばい、改めて頼む、俺らに手貸してくれ。画を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ、よろしく頼む。やまい。ってことだ。わかりやすさ、下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどな。お前がそれを言うのかよ。ったく、あんたカスが一番つったね。おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。
Aloha. Thank you for... はい、全力で行こうぜ。全力で行くぞ。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。流れを変える。くたばれ。ナイスな一撃だ。おめえに決めたぜ。こいつね。攻める。流れを変える。これでどうだ。ナイスな一撃だ。よっしゃ。おめえに決めたぜ。行くぜ。シェイル。ファイター撃破。流れを変える。よっしゃ。おめえに決めたぜ。行きますよ。どうだ、決着だ。ちょっと、
This'll be a good workout.私の出番ね。腰抜き野郎だ。いつでもいいぜ。All right. Make him fall. I don't care. Wanna do this? Yes. Call me the bat. Who's hurt? Wanna do this? Easy, bat. Huh? 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 Huh?もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。あれよ。強くなっちまった。Don't make a fool of me。おっしゃ、行くぜ。私の出番ね。喉乾いたな。
安全運転で頼むぜ。準備はいいか？みんな行くぞ！行くぜ、おめえら！突撃！さあ、楽しんでいこうぜ！流れを変える！こいつで、おれ！これが正義だ！よっしゃ！これが正義だ！とっておきの準備ができたぜ！くたばれ、消えろ！こいつね！これがナイスな一撃だ！味わってくださいね。おめえに決めたぜ。行きますよ。なんで？もできそう。I'll kick you down a notch. やりなさい。よし。どこへ？はあ！はっ！お似合いよ。ほら！ぶちかます！ほら、来いよ。ほら！ほら！
休憩。参ったな。何？来ない。行くぜ。おや。行くか。It's gonna hurt. Zeria! Kill this thing! I just came born yesterday. Whoa! My turn. Just try me.ありがとうよ。完全に行くぜ。I just came born yesterday. だめだ。よし。よし。そいつか。いつでもどうぞ。Hold up. My body sucks. ご苦労さ。次こまで勘弁してやるよ。だな。また成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。Aloha! Thank you!
っしゃ。お、これいいやつじゃねえか。ありがとな、春日。あ、サンキューな。おお、いらっしゃい。ありがとう。Aloha! Oh. Sure thing. Eu?
おう。強さお見せします。筋門バトル開戦だ。おっと、両チームとも気合は十分のようだ。今宵も始まります。筋神スタート。あっと、体勢を整えるようです。せよ。盤面が変わりました。行くぜ。姿勢を整えるようです。しゃ、行くぞ。たまらずダウン。盤面が変わりました。さらやら。おっと、体勢を整えるようです。よっしゃ。おっと、大技を打つ準備が整ったか。ここだ。 OK。 こいつね。おりゃ。大技が成功。大ダメージだ。両マネージャー、この展開をどう読むか。盤面が変わりました。一つのミスが命。あっと、体勢を整えるようです。よっしゃ。おっと、必殺技の気配がしてきました。ここでファイターを入れ替える。こいつはきついぞ。戦いの熱がこちらまで伝わってきます。ナイス。こいつね。大ダメージだ。撃ちますよ。これだ。たまらずダウン。くたばれ。おっと、最後の一撃が決まった。ふう、勝ててよかったな。チーム春日、現筋神マスターに見事し。
ありがとうよ。ありがとうございます。戦闘準備完了。私の出番ね。ビビってんのか。これこい。それだけ。これでしないか。はあ。セイクル。セイクル。ちょっと休憩。ぶちかます。行くぜ行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。次は俺だ。よっしゃ。よし。はい。
受けってのもありだぜ。おっしゃ、行くぜ。私の出番ね。いつでもいいぜ。あっ、はぁ、せい。上出来ね。ぶちかます。何、来ない。You think I'm stupid?受けてみな。調子がいいぜ。Let's go。 もらった。調子がいいぜ。
こんにちは。
おい、ん？ごめん。始めましょう。さっさと始めようぜ。私の出番ね。いつでもいいぜ。かかってこいよ。ほら来いよ。おいでなさい。えっかな。やべ。やっ。やっ。やっと。ぶちかま。何？来ない。ふざけないでください。いつでもどうぞ。さあさあ、おいでなさい。ガツンと行くぜ。行くぜ。行くぜ行くぜ。Give it your best shot. Just try me. 何？来ない。やるのかい？おう、ハンガーかかってね。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。はいよ。死ね俺だ。で。Let's do this。よし。ちょっと続
始めましょう。やんのかこの野郎。よし、二人がかりだ。はっ、やっ、ちょっと休憩。つかまっ、調子がいいぜ。行くぜ。おりゃ、水にまで。いつでもどう。俺もやれるぜ。おりゃ、やんのかこの野郎。私の出番ね。やんのかい。ほら来いよ。やん、はっ、はっ、よっと。ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。Do your work。相手してあげる。いつでもいいぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。やろうしろよ。次は強すぎだろ。いい調子だぜ。何でもできそう。いやー、やっぱ海見ながらやる一杯は格別だぜ。ワインがうまい。幸せそうだな、足立さん。おうよ、常に幸せを感じながら生きてた方がお得だろ。ま、それもそうだね。しかしあれだな、お前と知り合ってからいろんなとこ行ったよな。だな、まさかハワイで足立さんと晩酌するとは。思えば遠くへ来たもんだぜ。もうそれは過言じゃね。なら過言じゃなくすまでよ。パリとかニューヨークなんていいな。俺か。そうだな、足立さんがいればどこでもいいぜ。おいおい、嬉しいこと言ってくれるじゃねえの。別にそんなんじゃねえよ。まあそりゃ違いねえな。それ俺はどこに連れて。そりゃついての楽しみよ。もっと恐ろしいよ。しかし海風が。確かに絵になるな。あ、そう。え、俺。おいよ、せっかくだしな。なかなかいい写真じゃねえか。だな。お、足立さん。どうした、いつになく元気ねえように見えるぜ。ほう、さすがに目ざといな。なんだよ、どうした。さっきな、アキコさんの店を見つけてそこに行ってきたんだ。え、それって例の宝石店ってことだよな。
じゃあやっぱり本当にハワイに店出してたのか。けどなんでそれで落ち込んでんだ。まあ座れよ。俺もお前に話を聞いてもらおうと思ってたんだ。刑事時代の知り合いを当たってちょっと骨折って調べてもらってな、結果アキコさんがナイトストリート付近に店出したってとこまではすぐに分かったんだ。その後自分で現地に足を運んでいるうちに日本人女性がやってるって宝石店の話を聞きつけた。へえ、よく調べたな足立さん。ここのマスターも見つけられなかったのに。仕方ねえさ。そもそも本当にあるかもわからねえ店をタダで探してくれってのが厚かましかったんだ。ああ、そりゃ確かに文句言えた義理じゃねえな。あ、いや、そんなことよりよ。ってことは、アキコさんに会えたんだよな。結果から言いや、そういうことだ。観光客向けの知る人ぞ知る人気の店らしい。客は俺の他にも何人かいてな。ただし働いていた女性店員は一人だけだった。じゃあその人が。20年経ってもはっきり面影が残ってたよ。見た瞬間間違いなくアキコさんだと確信した。向こうは足立さんを覚えてたのかい。いや、一目見ただけじゃさすがにわからなかった。まあ当然のことだよな。ところで店入ってすぐ俺はちょっと違和感を覚えた。どうも不審な動きの客がいるってな。なんだって。だからまず明子さんに声をかける前にそいつの様子を見ることにしたんだ。不審な動きっていうと。防犯カメラの位置を確認してるように見えた。顔だけは宝石に向けながら視線は常に上だが、アキコさんはまるで気づかない。もう一人いろいろと試着したがる客に応対しててな。いや、それだけじゃどうなんだ足立さん。店内の防犯カメラを見てたってそこまで不審な動きか。もちろんそうは言わねえ。ところがだ、そいつは他の客たちとアイコンタクトを取ってた。アイコンタクト。そのうちの一人はアキコさんが接客中の客だった。要はみんな他人のふりしてグルだったんだろう。一人が店員の気を引いて他の者たちがじっくりと店の防犯状況を確かめる。あの時店にいた客の少なくとも半数は一味だったはずだ。だとしたらそいつらは何なんだ。こっそり宝石を万引きしようとしてたとか。いや違うな。俺の勘によれば強盗の下見ってことになる。連中が次来るときは店の防犯システムを止める手順や逃走経路も練りに練ってあるわけだ。そんな、マジかよ。連中がいなくなるまで俺は店に残った。もしかしたらそこで犯行が起きる可能性もあったからな。じゃあ一応そこでは何も起きなかったわけか。ああ、ただし下見があったなら当然近々強盗が実行に移される可能性も高い。足立さんが臭いと感じるなら俺も信じるよ。ああ、お前ならそう言ってくれるだろう。けど他の人には俺の言葉を信じる根拠がない。ん？観光客が強盗に気をつけろと騒いだところでハワイの警察はまず取り合わんだろう。コストをかけてでも警官の配置を動かすか。いつ起きるかもわからねえ強盗相手に。うん、難しいかも。だろう。だったら春日、お前が俺の立場ならこの後何をすりゃいい。俺らですぐ犯人たちを捕まえるのがいいんじゃねえか。足立さんは連中の顔だって見てるんだろ。
捕まえてどうすんだ。警察に突き出したって奴らまだ何もしてねえんだぞ。そんなの力ずくでとっ捕まえたら逆にこっちが訴えられるよ。じゃあどうすんだ。アキコさんの店で俺は一味がいなくなるまで待ってから彼女に声をかけた。向こうは初め俺が誰だかわからなかったかな。元神奈川県警といったところで思い出したらしい。その後みるみる顔色が悪くなっていったよ。恐怖と怒り、それと嫌悪感でな。え？まあそりゃそうなるかもしれん。彼女にとって俺は無能な警官たちの一人だ。アキコさんが必死に事件の前兆を知らせたのに何の対応も取れず強盗の発生を許した。問題はそんな元警官が20年ぶりに現れ強盗に気をつけろと言ってきたこと。因縁のある相手からそんな風に言われて、アキコさんどう反応したと思う。どうだったんだ。何の嫌がらせですかって怯えてたよ。目に涙浮かべて、確かにそうだよな。彼女にしてみりゃ下見の強盗犯なんかより俺の方がよっぽど不審者じゃねえか。いや、まさかそんな。その後はもうマジで話にならなかった。えらい剣幕で店を追い出されちまったよ。早く出て行かなきゃ警察を呼ぶってな。やっとわかったぜ。足立さんはそれで落ち込んでたってわけか。へえ。俺ってやつはとんだバカ野郎だよ。もっとこう彼女の立場になって声のかけ方とか慎重に考えるべきだった。落ち着けって足立さん。済んだことはもう仕方ねえけど、近々アキコさんの店が危険なのは間違いねえんだろ。それはちゃんと伝えねえと。いや、もうあの調子じゃ無理だろうな。きっと俺を一目見た途端大声で助けを呼ぶ。ゆっくり強盗犯の話なんか聞いちゃくれねえ。じゃあ向こうが少し頭冷えた頃もう一度店に行こうぜ。今度は俺も一緒に行くからよ。お前も？なんで？まずは俺が彼女と話して誤解を解く。で、落ち着いたら改めて足立さんが話し合いに入ってくりゃいい。とにかく問題は、アキコさんが店を狙われてることにまだ気づいてねえってことなんだ。このままほっとくわけにはいかねえだろ。そうだな。うん、確かにそうだ。お、なんなら俺はどう思われてたっていいんだもんな。だがむざむざ彼女を危険にさらすのは見過ごせねえ。よし、いいぞ足立さん。そうだよ、らしくなってきたじゃねえかい。うん、俺としたことが情けねえ。アキコさんに泣かれて取り乱してた。仕方ねえよ。足立さんも心のどこかじゃきっと彼女との感動の再会を期待してたんだろうしな。おい、だからそんなんじゃねえんだって。わかったわかった。じゃあほら、俺らももう少し飲んで頭冷やそうぜ。たく、本当だからな。変な下心とかねえんだ。勘ぐってんじゃねえぞ。へいへい。
そろそろ行かない？何でもできそうな気分だ。
ばちゃん、どこまで行くんだい。すっかり夜だぜ。わかったよ。ちょいと寝るから、着いたら教えてくれや。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。はじめましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今更出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも、あかねさん、あかねさんのままでいいですか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。
丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあ、ラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？うん。そっか。なら、アカネさんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど、飯はうまいぜ。行けば、アカネが安心できる。アカネさんも安心できるし、何ももう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん。私もキヨさんももう隠れ続けるのが厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。いや、別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出のめどがつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うからなんか特別感あったんだよな。これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な
唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニーと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら、玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうして茜さんのところに来たんだい。私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙。手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあさまのものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、茜さん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ、ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。そん時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをブライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのに、ブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。
こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ。あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造屋なんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物でブライスが持ってるのは、おそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやくわかった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうよりおやさんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強え人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことを諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。
あの時と同じ。そうかもしれない。懲りない人間なのね、私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね、すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ、鉄。大丈夫です、一っ子一人いません。サージ。こっちもオーケーです、親父。よし降りろ、俺らもすぐ離れる。恩に切る病。極道門がその年で親孝行できるなんてよ、お前はついてる。俺だ、春日だ。専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな、さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ、よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。あ、ちょっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。じいちゃん。この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。千歳さんはこの間会ったばかりの人らしい。何すんだ。この人の足はちゃんと動く、車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川正人っていう。思い入れの強い人だったんでしょ。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は
小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは、俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく A ちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど、どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？そりゃ青龍会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ？ドワイト。全部バレた。この場所も、茜さんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。クソ、くそ、
て。何？クソ！何？みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。ボン。花輪さん。ごめんなさい。ごめんなさい。連れてかれちまってすみません。全部俺のせいです。